焦げと香ばしい香りが混ぜるとこのトロッと感わかるかな。はい、このとろみなんです、このスープ。どうも料理のお姉さん、キュウジです。ということでですね、料理系 YouTuber あるあるなんですけども、やっぱ旬のものってやっぱりね、皆さんに届けたいなっていうのがねあるんですよね。僕もね YouTuber の端くれなので、どういう動画が皆さんに喜んでもらえるのか、どういう料理が皆さんに喜んでいただけるのかなっていうのがやっぱりねいつも気にしております。ということで今回はですね、春って言えば新じゃが、そしてキャベツだと思うんですね。春キャベツ、今回ね両方使った新じゃがと春キャベツを使ったですね、最高に美味しい至高のキャベツスープ、ガチです、ガチうまいです。春のお野菜をたっぷりいただける至高のキャベツスープを今回はやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。まずね、春キャベツ、ちょっと今半分カットしちゃったんですけど、半分で 500g のものにしました。今回はね、芯まで食えるんですよ。芯まで春キャベツを食える、料理ですので、わざわざねちょっと芯の部分ちょっと切っちゃったんで、芯の部分も用意しました。こいつもこのキャベツスープだと芯までうまい、むしろ芯のがうまいかもしれない。なんで、これ用意してます。ハーフカットしたもの、だいたい 500g ぐらいになるものが多いと思いますんで、ハーフカットのものを芯まで使ってくださいね。これ新じゃがです。はい、新じゃが2つ、 200g から 180g ぐらいのものを用意してください。はい、これね、じゃがいもあるとないとか全然味が違うんで、じゃがいも入れてください。そしてハーフベーコン、はい、要はベーコンが 70g ぐらいです。はい、ベーコンが入ると、ベーコンの香ばしさとベーコンの出汁も出ますので、非常に奥深い味になります。はい、ベーコン入れてください。はい、あとは概要欄に調味料が書いてありますが、そちら見てください。じゃあ今回はですね、本当に美味しいね至高のスープを作っていくんですけども、至高のスープを作る前にリュウジ流のね超簡単スープ、ご紹介したいと思います。やれるかー。中身狂月です。やっぱ酎ハイでしょ、一発気合い入れるのはやっぱりね。ということで皆さん乾杯。ということでやっていきたいと思います。もうね、ざく切りです。はい、こんな感じで千切りみたいな、あの粗めの千切りね。はい、芯の太いとこまで切っちゃってください。はい、これね硬いの、硬いんだけど包丁全然刃通りますんで、これはねこうやって、ほらキャベツの芯って皆さん捨ててないですか。これはね、食べてください。ここがキャベツって一番甘いんすよ。なんでここはちょっと刻んで、ちょっと粗みじんにして、そうするとですね非常にうま、甘みが出ます、キャベツスープに。ほら硬いでしょこれ。そしてですね、ちょっとね横方向にちょっと刻んであげると、煮えが早くなりますんでね。はい、こんな感じで、こんな感じで切っちゃってください。くたくたに煮込んじゃうんで、大体ね適当でいいです。くたくたにしちゃいます。ほんと夜10時に会社から帰宅するサラリーマンぐらいくたくたにしちゃう。じゃがなんですけども、これは新じゃがだから皮もいけるんですけど、今回はスープなのでやっぱりね皮の食感が気になるって方もいらっしゃると思うんで、今回は剥きます。あえてキャベツスープなのにじゃがいもなんで入れんのっていう方いらっしゃると思うんですけども、じゃがいもを入れてちょっととろみを出すっていう手法があったりするんですよね。ちっちゃくこう切ったじゃがいもをキャベツと一緒に煮込むことでとろとろのスープになるんですよね。じゃがいもすごい重要です。普通のじゃがいもと普通のキャベツでも十分美味しいです。でもね季節物なんでね、これぜひねやっていただきたい。こんな感じで皮切るで、皮はね新じゃがの皮だから、これねバターとかで炒めるとうまいですよ。これ半分に切って、でスライス、ね、スライスしたらこうやって千切りする。多少粗くても全然平気ですから、これね、こうやってね、ちょっと横にします。横にして切っていく。はい、そうすると、細かいねダイスカットになりますんで、これがねスープに溶け込むとまあバリうまいっす。おろしたじゃがいもとかを使って、
スープに濃度つけるっていう手法もあったりもするんですけども、ダイスカットしたこのジャガイモがね、非常に良い仕事をするんですね。めんどくさい方はなんかフードプロセッサーとかにかけちゃっても全然いいんですけども、ブンブンチョッパーとかにかけちゃっても全然平気ですよ。こういう工程も見せることによって、あ、こうやって作ってられてるんだっていうのをね、あ、お勉強する、ね、教育系 YouTuber なんだよ私。フードプロセッサーない場所で料理することもあるかもしれないですけどね。全体を横にして、あ、刻んでてください。はい、多少ね、千切りが残ってても全然平気なんでね、後でクタクタに、クタクタのおっさんみたいにしちゃうんでね。はい、じゃあじゃがいも切り終わりました。美味しいか美味しくないで言うと、結構ね、うまいもん作ってると思います僕は。はい、味付け的に結構飲食店さんの味付けなんで、僕はパンチ強いなっていう思う方もいらっしゃるかもしれないですね。薄切りのベーコンはこうやって、またね、これもね、ダイスカットにしちゃう。はい、ベーコンがいい仕事するんだ。じゃがいもとね、キャベツだけでもいいんですけど、今回はちょっとベーコンの香りと旨味も入れたい。こんな感じでございます。はい、はい、全部切り終わりましたんで、煮ていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、フライパンにオリーブオイル、はい、大さじ1杯。まあ、大体これぐらいかな。はい、入れて火にかけます。そして、最初にベーケンを炒めていきます。ベーケンを炒めることによって、ベーケンに、こう、ね、焼けた香ばしさが加わりますね。このスープ作るんだったらね、これとパンだけで十分ですから。キャベツがね、非常に栄養価の高いお野菜になりますので、それをたっぷりといただけるんで、これで油を出していきます。ベーコンのいい油、そしてベーコンの炒まる香りで飲んでいきます。ちょっと跳ねたね。はい、はい、ざく切りのね、ちょい細かくしたキャベツ入れていきます。はい、これもね、くたくたに煮ちゃうんでね、今結構大きい感じすると思うんですけど、結構ね、崩れちゃいます、これ。キャベツ入れたら、もうじゃがいもね、さっき、ダイスカットしちゃったもの、じゃがいもも入れちゃいます。お塩、マダゴ小さじ半入れます。はい。はい。で、これでね、少しね、炒めるんですね。お野菜って、スープ作るときはそうなんですけども、最初から煮るより、ちょっと炒めて香ばしさをつけてから煮ると、非常にね、深みが増すっていうのがあるんですね。なんで、これね、ベーコンの油と、このオリーブオイルのね、油をね、全体に絡まして、ちょっとね、ちょっと焦がしつつ、炒めるっていうのが、非常に、美味しいスープを作る鍵になってます。これね、やるとやらないとではね、結構違いますよ。はい、なんで、本当にね、キャベツそのまま入れて煮るっていう方もいらっしゃると思うんですけども、この炒めすごい重要です。もうめちゃくちゃふざけてるんだけども、料理はちゃんとやるっていう風なのを皆さんね、覚えておいてください。はい、なんでそこだけちゃんとやって、他は全力でふざけます。そこだけはちゃんとやる、料理研究家なんでね。僕は結構強火にしちゃいます。心配だなっていう方は中火とかで炒めてもらって大丈夫です。はい、全体に焦げ目をね、少しつけていくんですね。これすごい重要ですよ、皆さん。大きいお鍋とかでも全然平気なんですけども、全然僕はフライパンの方が、このスープは作りやすいと思います。フライパン返すっていうのは、こう、持ち上げるんじゃなくて、引くんですよ、こうやって。こうやって引くの。そうすると、どんどん引っ掛けていくんです。引いて、引くときに手首をちょっと上に上げると、こういう感じで、全体が混ざります。別に味変わんないんで、これは覚えても覚えなくてもいいです。じゃあ炒まりましたんで、ちょっと分かります、ちょっと焦げが入ってるの分かりますか。まああんまり動かすとちょっと焦げ目ってつきにくいんで、ちょっと置いておくと、そこの方をちょっとひっくり返すと、ほらこんな感じでね、焦げと香ばしい香りが、あとはね、離れ判断してください。香ばしい香りが出てきたら OK、 これで下準備は OK です。お水ね、1リットル入れます。はい、1リットル、ちょっと炒まって焦げた部分もちょっと出てきましたね。まあね、コンソメね、コンソメはね、やっぱりビーフの旨味とかも入ってるんで、入れた方が美味しいです。僕的にはね。そして、黒胡椒。まあ、いつも僕、おぼってる3倍とか言ってるんですけど、あんまり入れすぎてもね、辛くなっちゃうんで、下で覚えてください。言っちゃった、究極の一言。キャベツが結構粒子粗いじゃないですか。なんで、ここでですね、蓋をして、時々蓋開けて、キャベツ崩してほしいんですよね。キャベツがね、くたくたになって、自然にできたポタージュみたいに、野菜が煮崩れてるこのキャベツのスープが美味しいんですよ。なんで、蓋をしながら、時々ちょっと崩していきます。で、30分ぐらいに、崩しながら煮ていきます。15分後に野菜崩すとこやろうかな。はい、じゃあ15分ね、中火で、煮ました。
のがこちらでございます。はい、あと30分煮ていくんですけども、ここでね、あ、キャベツかなり柔らかくなってると思うんで、ここでちょっとね、こういうヘラとかでこうやってちょっとね崩していくんですよね。このキャベツスープってクタクタなキャベツを食べていくのがポイントなんですよ。このお野菜をちょっとねトン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 してですね、細かくしていきます。はい、じゃあ最初から細かくすればいいじゃねえかよっていう風に思われるかもしれないですけど、包丁使うよりこうやって柔らかくなったお野菜を煮ていく、こうやって崩していく方がスープにもとろみが出てきますし、ね、じゃがいもも入ってますからね。こんな感じでこれ今火ついてるんですけども、途中からはこうやってね、キャベツもう相当今の時点で柔らかくなってるんです。この時点で柔らかくなってるんですけども、お玉とかでこうちょっとね潰してあげながらやるのも非常にいいですね。じゃがいもがこれみじん切りになって、このスープに入ってるんで、じゃがいもがねコロッと崩れてちょうどいいとろみになるんですよ。ハイボール飲みながらこうやって時間をかけて作っていく、これがね僕は至福の時間じゃないかと思うんですよ。どれぐらい潰せばいいのかっていうのは最後のね、仕上がりでわかると思うんで、ゆっくり時間をかけてスープ煮込んでいきます。であと15分後にまたやろうかな。はい、はい、ということでですね、あれから、まあ、10分ぐらい煮ましたからね。だから合計でまあ大体30分弱ぐらい煮ましたからね。じゃあちょっと揚げていきたいと思います。こちらでございます。軽く潰しながら煮た結果がまあこれぐらいのホロホロ感でございます。はい、混ぜるとこのトロッと感わかるかな。はい、このとろみなんです、このスープ。あれだけあったキャベツが煮溶けてますよね。盛っていきたいと思います。じゃあ盛りますよ。はい、こんな感じでね、もうほらホロホロに野菜が煮溶けてるんですよ。これが美味しいんだよね。これにパンでもあればね非常に美味しい。だいたいね今回でね何人前だろう、まあもうたっぷり食べてね3、4人前は完全にあるよねこれね。こんな煮溶けたこのキャベツスープ、皆さん食べたことあります？ないでしょ。これがうまいんだよ。パラリと黒胡椒ね、パラリと黒胡椒、あとオリーブオイルもね、エクストラバージンがいいですよ皆さん。直接振りかけるんだったらピュアは加熱用で、エキストラバージンは生で使うときに重宝されるもんなんで。このキャベツスープって爆発的に粉チーズで美味しくなるんで、粉チーズかけてください。これはね好みでいいんですけども、粉チーズあった方が全然美味しい。これね好みでもっとかけてもいいですからね。今回はこれでいきます。チコのキャベツスープ完成でございます。それではできましょう、食べていただきます。丁寧に作りましたよ今日。どこすくっても野菜。いただきます。うまいしか出てこないんだけど、これなんだこれ。野菜のうまみがスープ全体に染み渡ってる感じですね。どこ食べてもがっつりとキャベツの甘みが出てくるし、めちゃくちゃうまいなこれ。高級イタリアンのコースでも通用するぐらいの味。キャベツってこんなに柔らかくなるんだって感じ。芯も入れたじゃないですか。芯ね、なんもないでしょこれ。じゃがいものほろっとした感じも出てて最高のスープになってる。僕もスープレシピ結構やってますけど1位かもしれないです、これ。マジでうまい。みんなカモン、8時だよ、全員集合。イエーイ。いただきます。はい、いただきます。いただきます。おー、うまっ。おいしい。漬け込んでる。これは暫定1位かな、スープレシピ。朝昼晩いつ出てきてもいいです、ね。風邪ひいた時とか、これいいですね。最高に優しいスープ。じゃがいもでとろみつけんだね。そう、じゃがいも。じゃがいも入ってないと食べ応えがないのよ。キャベツだけだとこの味出ない。これ完食するの珍しい。じゃあ、これであと3本頑張っていきます。大丈夫です。はい。これ言うとキャベツの旨味だけで十分だろうっていう方もいらっしゃるんですけども、もうね野菜の旨味をね、もう大切にする方はもう丸かじりしてください。本当に塩とか絶対使うなよマジで。